談笑してんじゃねえよ。ガキどもが黒幕を気取っていい気分か。え？あ、ゲートキーパーさん、お疲れ様です。いつもお世話になってます。誰です？ちょ、こないだ紹介したでしょ。 SS 運営委員会の委員長さんですよ。なんでソラ君はこの人と顔を合わせるたびに存在を忘れるんですか？よく見えないので。本当にそこに誰かいますか？よくわかんねえが、ガキのやることにいちいち目くじら立てる気はねえから安心しろよ。てめえらなんぞ他の地域のアイドルどもに比べれば従順で可愛いもんだしな。はい、ソラ君と夏目君は可愛いです。宇宙一可愛いです。好みと意見が合いますね、ゲートキーパーさん。先輩、露骨に媚びを売りすぎて気持ち悪い。いいや、目上の人間にはそういう態度を取るべきなんだ。ヘラヘラ笑って愛想を良くして、相手が望んでそうな言葉を下先に乗せりゃいいだけだ。映画やドラマで全く別の人間を演じるよりは簡単だろうに。なんでどいつもこいつもそんな社会人としては当然の所作ができねえんだ。アイドルは自分のキャラを守るべきってか。クソ、くだらねえな。そうですよね、俺もそう思います。さすがです、ゲートキーパーさん、勉強になります。本当に露骨すぎて引くよ。逆に先輩、機嫌が悪いのかなって邪推しちゃうね。それよりも僕たちに何か用事だったかな、 SS 運営委員会長さん。用もないのにこの俺が出向いてくるわけねえだろ。答えが分かりきってることを聞くなよ。てめえらと違って俺は老い先短いんだよ。時間を無駄にさせるな。てめえらには要件が3つある。出た、ゲートキーパーさんの決め台詞。素晴らしいですね、よ、名人芸。まず一つ、東北地域の現状確認がしたい。ここでは虚構である VR 世界と現実世界での出来事が重なり同時に進行している。ちょっと特殊な環境だしな、定期的に様子を見とく必要がある。てめえらは俺に不信感を抱いてるのか単に無能なのか知らねえが、肝心なことを隠して勝手に動き回ったりするしな。こうして実際に現地に飛んで様子を見る必要があって面倒だ。大変でしょう、そういうプロデューサーっぽい業務も。お金を右から左に動かすだけみたいに揶揄されることもある仕事ですけど、何かを動かすのってとっても大変ですもんね。プロデューサーちゃんは実際よくやっていたと思いますよ。そうやって探りを入れなくてもきちんと聞けば教えてやる。あいつも元気でやってるよ、俺の腰巾着として。諸事情あってあいつは ES から動かせねえけどな。あれはてめえらアイドルへの人質だ。ちょこまか動き回られて逃げられてもしたら最悪だしな。 ES に監禁しとけや全国各地で繰り広げられる SS には関われない。てめえら現役の ES アイドルに強い影響力を持つあいつに好き放題にされると俺の邪魔になる。念のため確認しとくけど、彼女に危害は加えてないよね。自由を侵害しているというだけで十分に危害ではあるけど、彼女に万が一のことがあったら僕たちは全員がイカれる子供たちとなり、君たちの大人帝国を叩き潰す。ガキに何ができる。甘やかされて育てられたせいで勘違いしてるのかもしれねえが、てめえらガキどもより大人の方が数も権力も何もかも勝ってるんだぞ。とはいえ
俺も御体の意思を果たすまでは余計なことに時間を取られたくはねえんだ。こんな戯れはさっさと終わらせて本国に帰って通常業務もしたいしな。実際こんなところで油売ってていい身分じゃないでしょ。そうだけどな、その身分もまた御体に与えられたもんだ。俺には報いる義務がある。ともあれ、一つ俺に SSVRS を使わせる。新世界で試しておきたいこととやっておくべきことがある。うん、もちろんそれは構わないけどね。君は SSVRS 開発における最も有力な出資者だ。そのぐらいは日頃の感謝を込めて許可してあげよう。でも君は新世界で何をするつもり？説明する義務はねえな。てめえらには関係ねえことだ。気にすんな。最後に一つ、てめえらは気づいてるか？何にでしょう。何者かが SSVRS を無断使用し新世界の内部に侵入している。そいつの目的は不明だが、まあ放置はできねえよな。さっさと見つけて潰せ。それが運営者の仕事で義務だろう。